大天使が気になる方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、このレジスタンスバンドを使って大天使を簡単に引っ込める方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、気になるお尻の横、太ももの横の出っ張りというのが引っ込んできてですね、足のラインが変わって下半身痩せしやすくなりますので、ぜひともご視聴ください。ということで、今回大天使が気になる方向けのエクササイズなんですけども、もしバンドがない方はですね、やり方だけでも知っておいてください。で、このバンドがあった方がとっても簡単に引っ込みますので、気になる方は説明欄をチェックしてください。はい。で、このね、レジスタンスバンドを使ってどこを鍛えるのかって話なんですけども、それは中殿筋と小殿筋になります。ここが弱るとですね、歩くたび、座っているとき、立っているとき、骨盤がぐらぐら歪んでしまいます。そうなってくると骨盤が下がってですね、大天使の部分がピュッと出てしまう、胴が長く見えてしまう、下腹が出てしまう、そういった原因になります。ここでしっかり中殿筋と小殿筋を鍛えていくとですね、骨盤が正常の位置に戻ってくれますから、足のラインが変わってですね、大天使が引っ込む、そういったありがたい結果が待ってます。ではやり方を説明します。今回はこのゴムバンドの少し硬い分を使ってください。まずですね、チェックをしていきます。手を腰に当てて歩いてみてください。骨盤がグラグラする感じがあれば、小殿筋と中殿筋が弱って骨盤が下がってます。腰を手に当てて全く骨盤がですね、安定している感じの人は、小殿筋と中殿筋が割とありますから、そこまで大天使が出てないと思います。で、今回たったの10秒間ただ揺れるだけです。やってみます。ゴムバンドを足首にセットです。足を開きます。つま先まっすぐです。ゴムを引っ張った状態で、まあまあきついゴムバンドの強度を選んでください。ここから手は腰に置いて左右に揺れるだけです。これをだいたい10秒間から20秒間ゆっくり行ってください。そうすることで、足を上げた方の中殿筋、骨盤が下がっちゃうのを支えている小殿筋、これを交互に鍛えることができます。今みたいにただ揺れるだけです。とっても簡単です。足も動かさなくていいです。ただゴムバンドを引っ張りながら、ヤジロベエのように揺れてください。これを毎日続けることで、大天使の部分が変わってきます。そして O 脚、 X 脚、そういったものも改善だんだんとできてきますので、ぜひともですね、継続しながらコメント欄に経過を残してもらえたらと思います。勉強だったらよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効く効果的なエクササイズを紹介していきます。遠回りはしたくない、少ない回数で効かしたい、ちゃんとこの部分を使いたい、自分がちゃんとできているかわからない、そういった方はですね、ぜひともチャンネル登録しておいてもらってですね、自分に合った動画を見つけてエクササイズを行ってください。今回もご視聴ありがとうございました。